牛肉のタルタルステーキタルタルステーキは、ステーキ料理の一つ。生の牛肉、または馬肉を、粗いみじん切りにし、オリーブオイル、食塩、胡椒で味付けし、玉ねぎ、ニンニク、ケパー、ピクルスのみじん切りなどの薬味と卵黄を添えた料理。全体を均一になるように混ぜて食べる。日本では、マグロなどの赤身の魚で作られることもある。タルタルステーキの名前は、 タルタル人に由来している。タルタル人とは、東ヨーロッパの人々が、モンゴル帝国の遊牧民たちを指していったタタールが、西ヨーロッパでギリシア語のタルタロスの影響を受けて、生まったものである。14世紀に、モンゴル帝国が解体した後も、長らく、モンゴル帝国の移民である、ユーラシア内陸部、中央、アジアや、北アジアのモンゴル系、トルク系、 ツングース系の諸民族を漠然と指す民族名として20世紀まで使われ続けていた。一般的に知られる説によるとタルタルステーキの調理法もタルタル人から伝わったものである。モンゴル帝国当時の遊牧民たちは遠征に際し一人につき何頭も馬を連れて行き、これらを乗用としてだけではなく軍中の食料としても利用していた。しかし乗用の馬は 食用に飼育された馬肉とは異なり、筋が多く、硬く食べにくかった。そこで、蔵の下に刀で細かく切った肉を入れた袋を置いて、馬に乗り、自分の体重と馬の運動で潰してから味付けをして、食べる食習慣があったとされる。ヨーロッパ料理のタルタルステーキは、このタルタル人たちの馬肉料理が起源と言われている。しかし、ヨーロッパに、この料理が伝わると、農耕社会では、 馬は駅畜であり、乗りつぶすほどに酷使することもなかったので、むしろ牛など別の家畜の肉が用いられるようになったという。また、生肉の生臭さを消すために胡椒や香草を多用したのもヨーロッパにおける草案とされる。別の説ではタルタルステーキは純粋にヨーロッパで生まれた料理とされる。この説は生のひき肉を食べるということから、万族風ステーキという意味で、 当時蛮族の代名詞であった、タルタル人の名を付けたとする。ひき肉の焼肉料理であるハンバーグは、タルタルステーキを焼いて食べやすくしたものが起源とされ、その名前は、発明された地名であるドイツのハンブルクに由来する。ただし、ドイツではこれを、ハンバーグステーキとは呼ばず、フリカデレと呼んでいる。また、この種の遊牧民の精肉料理は朝鮮に伝来し、ユッケの元になっている。 ユッケなど生の牛肉を食べて、腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなどの病原体に感染した事例がある。2011年4月には、焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による集団食中毒事件で死亡者も発生したことから、規制が行われるようになり、日本国内において、規制に適合した生食用牛肉を出荷している実績はなく、 流通していない。食品衛生法の規定により、加熱用肉を生で提供することは禁止されている。ありがとうございます。